綺麗な景色ね。前にネプコと3人で来た時は最終的に本気の鬼ごっこになって景色どころじゃなかったけど。心が癒されるです。たまには何にもしない日もいいです。そうね、息抜きのためにショップを始めてはみたけど、結構いろいろやることがあって、突き詰めていくと休む暇がなくない？愛ちゃんは几帳面ですからね。私は全部の要素をきっちりやっているわけじゃないですから。はあ、そうよね。 100% 埋める必要はないって分かってはいるんだけど。ところで愛ちゃん、この池にお願い事を叶えてくれる精霊さんがいるってお客さんたちから聞いたです。はあ、そうなのね。せっかくだからお願いするです。愛ちゃんとずっと仲良しでいられますように。ちょっとコンパ、恥ずかしいじゃない。嬉しいけど。じゃあ私もこれからもコンパと仲良しでいられますようにと。愛ちゃんが無事故で過ごせますように。コンパといつも一緒にいられますように。愛ちゃんが毎日元気でいられますように。コンパがいつも笑顔でいられますように。あ、愛ちゃんがいつもお仕事を頑張れますように。コンパがもうお互いネタ切れでしょ。ショップに戻らない？そうですね。でもいっぱいお願いしちゃったですけど、叶えてくれるのは一つだけって言っていたような気もするです。一番最初のは願わなくてもきっと叶うわよね。1号の収穫だ。栽培アイテムランクノーマル。うん、艶が全くないではないか。こんなものは売り物にならん。与えたアイテムの種類が合わなかったか、それとも収穫のタイミングが。まあいい、これは記念と戒めのために取っておくとしよう。改良に改良を重ね、最高級のナスが完成した暁には同じ手法で大量生産し、高値で販売してやるのだ。今まで遊んだことのあるオンラインゲームの話が出たじゃない。うん、あったね。私ね、ラステーションの某ゲームはどちらかというと前のバージョンの方を結構遊んでいたのよ。その時もいきなり忙しくなってやめてしまったんだけど。やっぱあのタイトル定番だったんだね。実は私も遊びたかったんだけど、あの時持ってた PC だと動かなくてさ、結局ベンチマークの画面を眺めるだけだったよ。ネプギアが高性の PC を手に入れた頃にはもうハイプレイヤーだらけになってたし、家庭用ゲーム機で別のネットゲにハマってたから結局遊ばずじまいだったな。ラステーション国内だと家庭用ゲーム機にも対応していたのよ。うちのゲーム機を持っていればよかったのに。それにしても懐かしいわ。所属していたギルドにすごく親切な人がいたの。お互いに男性アバターだったけど、あの人も絶対中身は女性だと思うわ。だけど私の方は完全に男のふりをしていたし、あんなに親切だったのはひょっとしたら好意を持たれていたからかも。
なんてね。まあ女同士で気があったってだけの話よ。うん、それって相手も全く同じことを思ってたんじゃ。当事者でない私には何とも言えないけどね。私はクール系の銀髪キャラで、相手の方はいかにも女子が好きそうな金髪キャラで、漫画やアニメの主要キャラコンビって感じで、並ぶと結構様になっていたわ。私あのゲームの男性用衣装が好きだったのよね。別にイベントで男装コスとかは捨てないわよ、決して。銀髪と金髪の二人組？その人ゲームや漫画に詳しいだけじゃなくて、トーク内容に作品愛があって、話しているだけでも楽しかったわ。忙しくてログインできなくなった時、挨拶できなかったのが心残りなのよね。元気にしているかしら。なんか最近どこかで似た話を聞いたような。何よネプチューヌ、急に考え事？なんでもない、ない、まさかね。豆知識のお時間ですわ。ですが今のタイトルコールは微妙なので、次回はぜひ変えましょう。本日の紅茶はキャンディー茶葉ですわ。キャンディーの綴りは KANTY。 飴の風味がするお茶ではございません。癖がなくてブレンドにもよく使われる飲みやすいお茶なんですのよ。アイスティーで濁りにくいのもいい感じですわね。先に注釈が入っちゃったけど、私は飴しか思い浮かばなかったよ。名前の由来は産地なのですわ。キャンディーはセイロンティーの始まりと言われていますの。セイロンティーというのは特定の地方で採れる紅茶の総称で、中でも甘い香りが特徴のウバが有名ですわね。ふむふむ、セイロンがどこだかよくわからないけど、なんだかオリエンタルな雰囲気が伝わってくるね。果たしてこれらの地方がゲーム業界に存在するのかという質問は野暮というものですわ。以上、お茶の豆知識その1、私とベールがお届けしました。それでは良いティータイムを。
よう、いいところに来たな。ついさっき超重要なクエストが張り出されたばかりだぜ。わあ、これって新規を探すクエストだよね。ああ、間違いないよ。さっき遺跡から戻ってきた考古学調査隊から届け出があったのさ。行方不明だった新規の手がかりがついに見つかったんですのね。でも確か新規については騎士団が調査していたんじゃなかったかしら。オネイロ回廊で発掘作業をしている最中、偶然新規を奪ったボスモンスターを発見したんだと。辺りに徘徊する魔物も発掘の妨げになってるってことで、腕利きの冒険者の力を借りてボスごと一掃してもらいたいと考えたわけさ。考古学調査隊は新規に関しては一切の権利を主張しない、選ばれし者の手に渡るようにしたいとのことだ。なるほどね、大体わかったわ。それにしてもどうも黒騎士団にはなかなか活躍の場が巡ってこないみたいね。聖騎士団にももっと頑張ってほしいよね。まあそこは私たちが活躍すれば問題ないよ。うん、そうだね。そういえば魔法使いのギルドはストーリーに登場すらしていないような。お姉ちゃん、考古学って何？遺跡なんかで昔の人が使っていたものを調べて、当時どんな風に生きていたのかを研究する学問よ。ルイーでもよく学者が古い土管やお城を調べているでしょ。見たことある。昔のコインを探したりしてるわよね。この世界の遺跡にもコイン落ちてないかな。キラキラ微笑ましいですわね。私もブーケちゃんとお勉強会がしたいですわ。さて、思いはしばし胸の奥にしまうとしまして、調査隊が入っているということはダンジョンにお宝が設定されているということですわね。ユニちゃん、一緒に宝探しをいたしましょう。ようやく盗賊の出番ですね。私はコインよりも強化素材が転がっていたら嬉しいんですけど。何かいい武器の材料が見つかるといいよね。それじゃあ早速クエストを受注して。あれ、調査資料の納品クエストも一緒に出てるんだ。ということは新規以外のアイテムは調査隊の人に戻してあげた方がいいのかな。そこは必要に応じてうまくやるといたしましょう。あとは皆さん分かりますわね。おいおい、何でもいいけど、終わってみたら調査隊が発掘するものがなくなってたってオチはないよな。ギルドへようこそ。受注完了だ、頑張ってくれ。気をつけてな。私が先導しますわ。ダンとホレホレ、これで終わりだ。そこでこっちだ。
これで終わりやべっ、それそれアイテムメッキそこね、そこにいるの。どこかで見た顔だと思ったら、この間会った人たちだ。そういえば自己紹介まだだったよね。私ネプテューヌ、よろしく。で、実は名乗るまでもなく、プレイヤー同士は普通に名前が見えてるんだけどね。二人はキリアに十字黒猫姫十字うわぁ、素敵な名前だね。そう、名前に姫ってちょっと痛くない？霧なんとか、最近オンラインゲームで特によく見る名前で。十字ではありませんわ、ネプテューヌ。それはダガーという記号で、あくまで飾りですから発音はしなくていいんですのよ。え、そうなの？まあ十字も可愛いし、なんでもいいんじゃないかな。ところで君たちの名前は、見たところみんなゲーム業界の女神様と同じのようだ。そういえば外見もそのままなのにゃ。なりきりさんの集団なのかにゃ。うわぁ、こういう場合ってどうしたらいいのかな。正体とか隠すべき？隠すも隠さないも誰も本物だなんて思わないんじゃないかしら。そういえば、メールはいつもどうしてるの？別のゲームでグリーンハートとかって名乗ってなかった？説明しよう！リアルなゲーム業界では、メールが変身すると女神グリーンハートになるんだよ。これも一応、本名プレイってわけだね。確かに、あっちの4女神オンラインではグリーンハートを名乗っていますけれど、そのあたりは適当にごまかすに限りますわね。あまり参考にならないわ。というか、解説が入ったと思ったら、あなたもその記号を使ってたのね。名前を決めた当時はつい囲みたくなってしまう病だったのですわ。やっぱりネット初期に避けては通れない道。いえ、なんでもないわ。喋り方まで似せているのにゃ。でも、なりきりロールプレイをするなら、もっと研究が必要だと思うにゃ。だって、本物のネプテューヌ様は、もっとプニッとしていて、可愛いと思うのにゃ。あれ？これで喜ぶところ？アバターより、本物が可愛いってことでOK？単に偽物っぽいって言われてるのよ。そんなこと言われたって本物だもん。おい君、なりきりはまだいいが、女神様のなりすましはさすがにどうかと思うな。それに他の女神様だって全然違う。ベール様はネトゲ廃人の引きこもりだとかいう妙な噂も流れてもいるが、実際には多忙を極める女神様がゲームをやり込むなんて不可能のはずだ。あら、女神様ならお仕事とゲームの両立なんて朝飯前だと思いますわ。そうかにゃ。それに本物のヴィラン様はもう少し平坦だった記憶があるにゃん。
ル様だって本物にはもっとオーラがあると思うし、これではまるでコスプレだな。コスプレですって。あのね、好き放題言ってくれてるけど、あなたたちの方こそ本物の女神様に会ったことがあるのかしら。まあ、ノール様なら国のイベントで遠巻きに見たことは。悪いが、そろそろ解放してもらえるかな。僕たち少々先を急いでいるものでね。そう焦らず、あと少しだけお付き合いくださいまし。お二人にご相談がありますの。相談？シナリオ進度で言いますと、おそらくここにいる私たちがトップ集団。今後高難易度のクエストが発生した際には協力し合いませんこと。ボス戦で組む分には私は問題ないわ。司祭が増えれば支援も楽になると思うし。確かに戦力としては心強いわね。どうかしら、悪い話じゃないはずだわ。ふっ、愚問だな。僕は姫以外のためにこの剣を振るうつもりは。姫は生まれついての発光病弱美少女だから、みんなに助けてもらわないと何もできないのよ。ねえ、いいでしょキリア。よくよく見たら皆さんとっても強そうだし、特に延長隊のベイルさん、今後は影からお慕いさせていただくことにしますにゃ。で、姫のことを何かと気にかけてもらえると。ちょっと黒猫姫さん、そのようなこと突然言われましても。お願いですにゃ姫。すっかりお姉様のファンになっちゃったのにゃ。あら、よかったじゃないベール、妹の方から寄ってきてくれるなんて。そうよ、なぜ動揺しているの。妹が欲しかったんでしょう。いやー、今度こそネペヒアを取られる心配がなくなるわけだね。よかったよかった。皆さん、この状況を面白がっていませんこと。それにお姉様というのは姉妹とはまた別ジャンルの代物ですのよ。お姉様、そんなこと言わないで。姫のことを本当の妹のように可愛がってほしいのに。ちょっと待った。やっぱり僕は断固として反対だ。姫、君のことは僕が守り抜くって約束したじゃないか。ギルドメンバーは大勢いたにゃ。まあ、いろいろあって空中分解しちゃったけど、キリアだってそのうちの一人だったはずにゃ。今さら何を言ってるのにゃ。それは、ああ、さてはキリアってば焼いてるんだにゃ。かわいいにゃ。あなたという人は天使のように無邪気に振る舞い、悪魔のように僕の心をかき乱す。そうさ、僕は君を永遠に独占したいんだ。あなたの寵愛を一身に受けるためであれば、たとえ火の中水の中。嫌だ、キリアったら。まったく愛されすぎて困っちゃう。前のギルドがクラッシュしたのも、キリアが嫉妬に燃えてしまうのも、全ては姫が可愛すぎるせいだにゃ。姫は罪深き女だにゃ。
人形劇のお姫様と王子様みたい。ワクワク。私、舞台や歌劇は好きな方だけど、どうもこのノリにはついていけないわ。そうね、教育にも悪いわ。ロム、ダム、見ちゃダメよ。なんで？お姫様、もっと見たい。はあ、仕方ないにゃ。キリアの気持ちは痛いほどよく分かったにゃ。今日のところはキリアのお願いを聞いてあげることにするのにゃ。本当かい姫？ああ、ありがたき幸せ。というわけで、姫の露払いは他の誰にも役目を譲らないよ。お姉様、今日のところはごめんなさいですにゃ。またどこかで出会ったら構ってほしいですにゃ。わかりましたわ。お姉ちゃんたちの話、一段落したみたいね。話しかけるなら今だよね。キリアさんの装備している武器ってすごくレベルが高いですよね。少し見せてもらってもいいですか？ん？これかい？わあ、かっこいい。メカ要素がある武器ってこの世界では珍しいタイプね。うんうん、ユニちゃんなら分かってくれるって思ったんだ。おお、メカオとシスターズが一緒で釣れた。なかなか。どうして僕、率直な称賛は嫌いじゃなくてね。よければ演舞の方でも披露しようか。え、いいですか？ぜひお願いします。にゃー、キリア、そこまでサービスする必要はないにゃ。すまない姫、僕ともあろうものがつい。さて、ずいぶん長居をしてしまったが、一刻も早くボスを撃破しなくては。もう少しだけこの剣のディティールを観察していたかったんですけど。またの機会に頼むよ。君たちにもこの世界のトップを譲ることはできないからね。それではお姉様方、名残惜しいけど、バイバイにゃん。行っちゃった。私もあんな武器欲しいな。レプリアらしいね。あ、そうだ、武器のことだったらダムちゃんに頼んでみるのはどう？確かに、パジコーのダムソフトさんなら何か知ってるかも。私も一緒に行くわ。町に戻ったら相談してみましょう、レプリア。うん。キリアさんに黒猫姫さんですか。意外とお茶目な一面もあることは分かりましたが、どうにもつかみきれませんわね。ちなみにハンドルネームに姫を使っているプレイヤーは高確率で主婦かデカマ。これは豆ですわ。